和歌山源三さんの先週あれ見たよ編、イギリスのキャロル・リード監督の作品第三の男です。舞台は第二次世界大戦後にアメリカやイギリスなど4カ国に統治されて廃墟になったオーストリアのウィーン。主人公のアメリカ人作家ホリーは親友のハリー・ライムに招かれてウィーンを訪れました。しかし友人のアパートに到着したところ、管理人からハリーが自動車事故で死んだことを知らされます。親友の死を受け入れることができない作家のホリーは、その後イギリス軍警察のキャロウェイ少佐やハリーの恋人で女優のアンナなど様々な関係者に出会って話を聞きましたが、腑に落ちず真相究明に乗り出すことを決意します。事件の鍵を握る第三の男とは何者なのか。1949年のカンヌ国際映画祭でグランプリに輝いた本格ミステリーです。和歌山源三さんが挙げた3つのここ見てポイントは、1、モノクロならではの光と影を最大限に生かした演出。2、俳優陣の演技。3、チター奏者のアントーン・カラスの音楽。第三の男の主なキャストを紹介します。主人公のアメリカ人作家ホリーはジョセフ・コットン、自動車事故で死んだ親友ハリー・ライムはオーソン・ウェルズ、ハリーの恋人アンナはアリダ・ヴァリ、イギリス軍警察のキャロウェイ少佐はトレバー・ハワード、アパートの管理人はパウル・ヘルビガーです。さて今回はどんなお話になるでしょうか。さあ、先週あれ見たよ編ということで、本日の映画には一言も二言もあるゲスト、2週間ぶりの登場です。和歌山源三さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この渋い声でね、はい、感想戦の火蓋を切っていただきますけども、はい、和歌山源三さんが前回お勧めくださったのはですね、日本では1952年に公開されました、もだら半世紀以上前に公開された第三の男ということですけど、まあ何より絵がすごいですね。すごい。で、なんか思うんですけど、白黒を知り尽くして撮ってる感じがするんですよ。そうですね。だって今フィルムどころかそのデジタルで全部撮るじゃないですか。そうやって考えたら昔の技術に比べたらフィルムの感度なんかも上がってるし、まあ、色も超発色がいいわけじゃないですか。そうそうそう。にもかかわらずこっちの方が綺麗なんじゃないかっていうぐらい、この白黒作品の白黒作品の鮮やかなことって言葉も変ですけど、ほとんどもうドキュメンタリーと言ってもいいぐらいのね、もうほとんどロケですからね。しかも、うん、あの時代の白黒のカメラで下水道で撮るなんていうのはちょっと間違えたら何も見えなくなっちゃうような危険も払ってますよね。まああの裏話なんですけどもね、はい、夜のシーンでね、はい、歩道がこうファーって光って見えるでしょ。はいはい。あれはね、毎日ね、消防車が来て水撒いたんですって。はぁー。それであの効果がね、出たんだそうですよ。はぁー。いや、ほんとね、その、追っかけてる対象が逃げてく、影だけ映る、その影を追いかけて、影が切れたあたりで追っかけてる側が入ってくる。でいて抜けてくと影が残るみたいな、うん、その光と影、まさにその、源三さんがポイントでおっしゃってた。ね、うん、綺麗なんですよね。何よりもこれですね、白黒でなきゃできませんね。なるほど。それとあの画面がね、微妙にこう傾いてるの気がつきました。うわー、あんまり気がつかない。そこは分かんなかったです。あれはカメラマンがね、そうやって撮って、はいはい、アカデミー撮影賞を撮ったんですよ。それは何ですか、そのちょっと臨場感を出すってことですか。臨場感出すって、あのサスペンスを盛り上げるためのテクニックでしょうね。でまたその気づかないのが、まあ、僕らもボンクラなんですけど、憎いなと思うのはなんかこれ斜めだなっていう違和感を狙ってるわけじゃないじゃないですか。そうわ、なんかわかんないけど迫力あんなこれっていう。そう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 。でもそれ言われて後付けで納得するのは、
やっぱりそのね、影が出てったら人が入ってくるみたいな計算され尽くしたシーンが多いから、そこをかっちりとした絵で撮っちゃうと、むしろ追っかけっこなんていうのは落ち着いちゃうんでしょうね。なんでしょう、あのアドリブと計算の本当にこうど真ん中いる。でその代わりその監督はこれがちゃんと撮れてる、使えるってことの判断をある程度その場でしてないと間に合わない頃だから、なんかそのせめぎ合いみたいのは出てる気がしますね。あと何より思ったのは、やっぱり源蔵さんが紹介してくれたんで、今の源蔵さんどの役だろうってしていくと、年齢的に考えるとね、それほどハマる役は出てこないです。そう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 。あの目撃者の管理人がある程度年上だけど、そんな渋い子いらじゃ困るんです。あの人は逆にむしろ何を、あの人はねすごい俳優さんなんですってよ。あの人そうなんです、うん、パウル・ヘルヒガーっつってね、はい、あのロケの時にね、助監督があの周りの家やなんかにこう協力を頼みに行くんですって、はい、ジョセフ・コットンが出ます、アリド・バリが出ます、はい、オスウェルズも出ますって言ってもね、はい、誰も知らないんだって。へー、ウィーンの人たちは。なるほど。ただパウル・ヘルヒガーが出るんですよっつっただけでね、その人が来るんですかって言うんで、みんなもうね、もうサインしてくださいのなんだって騒ぎになるぐらいのね、大スターの。舐めてましたね。普通のおじさまでしたけど ね、で僕やっぱり思ったのは、ハリー・ライムを、うん、オーソン・ウェルズのところを源蔵さんにやってほしいと思うんです。いや、やりたかった。日本語で吹き替えるんだったらあの役は絶対俺がやりたいとね、もう見た時から思ってたもん。あ、若き頃から、うん、いやだけどね、その時に思ったのは、あの吹き替え実は大変なのは、うん、あいつを昔っからただの悪いやつだったっていう風に喋るのか、貧困だったりとか何か絶望みたいものがいつかあいつを変えちゃったんだなってするかって、うん、おそらく相当声のお仕事知ってると違いますでしょ、うん、難しいですよね、人間がね、はい、非常に複雑な人間だと思うんですよ、はい、人間というのは、あの、まあ、これ僕の持論みたいなもんで当たり前なんだけども、悪いっていうのとね、いいっていうのと二色には絶対分けられないじゃないですか、はいはい、みんな悪いところといいところっていうのはどっかでこうミックスしたのが人間でしょうが、はいはい、それを表現するっていうのはあの役の場合は難しいなと思うんだけども、やりがいがありますね。最初、うん、彼が主人公のホーリーとか、うん、それからの彼女の思い出の中で語られる時は、うん、善人、そうそうそう、善人で、うん、善人なのにおかしなことに巻き込まれて、うん、彼のせいになってるんじゃないかみたいな空気がずっとありますよね、うんうん、でもそれが一旦善人だと思い込んでただけで、それは視聴者もの我々も含めて本当は悪人だったやつに担がれてたんだと思いますよね、うんうん、でも最後の最後のシーンで、うん、こいつ根っからの悪人じゃない、もちろん悪知恵はもともと働いたんでしょう、子供の頃から。だけどその悪知恵が本当にこう自分の中で悪くていいんだって肯定されちゃったのには、いろんなことがあったんだなっていう匂いだけさせていくじゃないですか、どんどん。声の芝居やるときにね、あの一番これはここ面白いなと思ったのは、あの展望車の中でね、はいはい、観覧車、はいはい、警察に行ったのはまずかったなって、目がねギラッと光るんですよ、はい、それで女性ことが振り向くとね、それで顔がもう普通のこう柔和な顔に戻ってるっていうね、いや、やるもんだ、オーソン・ウェルズすごいって、しびれましたね。目の輝きは絵の仕事で、うん、それは変な話声とか音じゃないんだけど、やっぱりそれを見とかないとあのセリフをちゃんと言えないだろうっていう。それとあの展望車のシーンのね、最後のところでね、別れ際にあのほら、イタリアでは30年の血が流れて人がいっぱい死んで、その中からルネサンスが生まれたと、スイスは500年の平和の後で何が生まれたか、鳩時計だっていう、あのセリフはオーソン・ウェルズが書いたんです。グレアム・グリーンの本にはないんです、あれは。何かの名言かなんかだと思ってました。違うですね、違うんですね。いや、そういうなんか端々が洒落てて、俺の中では現像だったらどんな感じでこれ言うのかなっていうのがちょっとこの番組の醍醐味って、やっぱりその映画自体もすごいですけど、誰が推薦してくださったのかがやっぱりどうしても頭に残るん でそうすると、うわ、このセリフどんな感じで言うんだろうとか、あとむしろ言わないシーンの時ってどういうことを考えるんだろうみたいなこともちょっと思いましたね。で僕は好きだったシーンが、
子供がいっぱい死んでると、はい、そのハリーのやった悪事のおかげでたくさんの子供が命を落としてるってところを、最初は嫌な役だったあの警察のあの偉いやつが、トルバーハワードがね、ちょっと時間は取らせないからそこの病院ちょっと見に行こうぜって行くと、子供用のベッドがいっぱい並んでて、それを見てる雰囲気とかでとんでもない状況になってるって分かって、子供は見せないでね、子供見せないですよね。一つの椅子のアップでもって、熊のぬいぐるみがね、ポンと置いてある。うつ伏せになってる、うん、熊のぬいぐるみが映った時の、うん、本当にそのまんま病気の子供を見せるのの何倍もちょっとこう、ぐっとくるような、まあ。何も言わないんだけども、このぬいぐるみを持ってた子は死んだんだっていう、そうですね、ところまで見えるもんね。すごいですね。なんかもういちいち、うん、かっこよかったですね。あ、大人の映画だなって思いました。随所随所が、うん、ラストシーンとかもものすごい長い間回して、遠くから彼女が歩いて、あれはね、歴史に残る名シーンなんですよ。勇気のあるシーンですね。でウィーンのあの墓地へね、観光で行くとね、あのシーンをどこで撮ったんだってみんな聞くんだ。へえ、長いんですよ。長い長い。あの彼女に会うために、まあ飛行機キャンセルしてからこうと降りて、で彼女が前の方にいて、遠くからずっとこう近づいてくる、その主人公のホーリーが近づいてきて、この近づくスピードがとにかく普通に歩いてるスピードだから、この間にどうすんのどうすんのって声かけんのかけないのっていう、でも勇気いりますよね、あれだけの時間を割くっていう。ちらっとも一別もしないでずーっと通り過ぎていく、あのアリダバリのね、あの顔もすごいですね。美しかった。あの時にやっぱりシンクロするんですよね、その、うん、どうすんのって考えた自分と、うん、いや考えたんだろうな、うん、映画の中の登場人物もどうするか考えた結果、うん、あんだけ長い時間の中に決意を固めるんだな、うん、声をかけない、全く表情にも出さないって決めたんだろうなっていう、あの余韻が何でしょう。またここまできちんと見せられちゃうと、あの長さがあれより30秒長くても短くてもダメだったんじゃないかと思う説得力にちょっとつながっている、うん、オープニングタイトルのバックどうでした、あれ線がこうビャーっとこう出てね、ピョン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 こうなんか動くでしょう、はいはい、そうなんです。オープニングタイトルそう、チターのアップなの、弦のアップなの、うん、そうそうそう、あーはい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 、はい、あれは僕が初めて見た時にあれがね一番印象に残ったもん。多分、うん、あれに関してはあれをパクった映像が結構僕らに入ってる。そうかもしれない、ね、だから、うん、その名画のなんていうんですかね、唯一弱点があるとするならば、リアルタイムで見た感動があるじゃないですか、うん、こんなもの見たことない。その後パクられるんですよ。いっぱいパクられるんです。逆に面白かったのは、うん、おなじみの音楽を聴いた源蔵さんの感じと、僕らはねあの後あの音楽ってやっぱりビールの CM になったりするから、ただただ陽気なものとして捉えてたのが、初めてあんな感じに使われることでむしろちょっとねより良いっていうか、より面白い効果で、なんかあれ何なんだろう、この音楽聴いてるけど胸騒ぎが止まらないぞと思ったりとかする、この新鮮さはもしかしたら今の我々はある意味擦られてる、何度も擦られてる分ちょっと倍増の効果があったからさ、うん、なんかお話つきませんけど、なんかその、うん、その源蔵さんの、うん、あの映画に対する思い入れとか、うん、演技っていうことに対する思い入れとか、ましてそれは声っていうことに対する思い入れがなんかすごい分かって、なんかちょっとそういう意味ではいろんな出てくる人間みんな一人一人がしっかり人間なんですよね。魅力的ですね。その辺がすごいですよね、うんうん、思うんですけど、なんかその源蔵さんにもっともっといっぱいそういう声の仕事してもらった上に、現場で見せつけてほしいですわ。いや声って下手すりゃ声出さないシーンは見なくても吹き替えられるぐらいのテンションの人もいると思うんですよ。でもおっしゃってたあの時の眼光からするとこういう演技みたいことって映りますよね。おそらく映画に映りますよね。なんかそれこそ源蔵さんがそれを周りに見せつけ続けてほしい気がしますね。いやね、やらせていただけるもんならば声の出る限りやりたいと思いますけども、これ聞いてますか、あの全国でいろんなものを作ってる人に対して、お前らそんなこと言っても俺に声かけに来ねえじゃん、来いよ、来たら若造教えてやるよっていうことでいいですよね。そうだそうだ、そういうことですよね。
ぜひ、はい、我々若造はここまたお呼びしますので、ありがとうございます。第三の男が一押しなのは分かりました。二押しも三押しも見たいので、はい、ぜひまたいらっしゃってください。はいはい、今日のゲスト、和歌山源三さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日もサングラスとビシッと決めた背広にコートで颯爽と帰っていかれました和歌山源三さんでしたが、おすすめはもう半世紀以上前日本で公開されまして第三の男ということですが、まあ、皆さんもねその音楽とそのタイトルはまあ間違いなく、耳にしたことがあると思いますけど、まあ本当見る機会ないもんね。いやこれ名作の何て言うんですかね、代表みたいな感じだから多分みんなもう食わず嫌いみたいな感じになってるんでしょうね。そういうのあるよね。もったいないですね。これはあの俺の中で頭のいい人の部屋のシーンを作るとしたらこれの DVD あるなとか、ああ分かります。あと市民権見たことないけどこの手のやつ名前だけが俺の中で独立してあるけど、はい、まあ見たことがないんだ。見ればこんなに面白いのって実感しました。はい、まあ、今後ともいろんな方の力を借りて、いろんな作品をお勧めしていきたいと思いますので、まあ、ラジオを聴きの皆さんもですね、お時間ありましたら蔦屋さんで大量借りてご覧ください。ということでこの時間のお相手は TBS アナウンサー小林遥と伊集院光でした。伊集院光の週末ツタヤに行ってこれ借りよう。この番組はツタヤの提供でお送りしました。